スーパーウルトラウサギラッシュ、略してピュッ。さあ続きをやろう。一応前回のあらすじをめちゃめちゃ簡潔に説明すると、タイトル画面かわいいガチャ引いた怪物に襲われた父ちゃん死んでたで、地下行った、父ちゃん下半身なくなってて切って落として、でなんか怪物三兄弟みたいなやつに襲われてなんやかんやってここに来た。以上。まあ、前回を見て、確かこれは読んだんだよね。奴の影響による体の変、これ読んでねえな。奴の影響による体の変形の報告は今のところありません。奴の影響による体の変形の報告は今のところありません。同じこと3回言うな。やめろ。普通にやめろ。奥行くか。おい、来んなよ。あれ？ん？待って。ここシャワー室なんだよね。シャワー要素どこにあんの？で、謎のベッドと、え？これシャワー室なんだよね。なんか、地図見た感じ、シャワーって書いてるよね。で、ここ廊下らしい。あ、これ反対側か。はい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 。お？え？待って。待って。これパパだったりする？え？じゃあ編集で貼っていい？え？こんなにイケメンなパパが？あのツルツルおじちゃんになったの？で、今、下半身なくなってんだよね。自分の腸でぶら下がってたんだよね。で、これママかな？で、多分どっちもなんかお医者さんだったりしてるって、このスイリちゃんは思ってんね。これがスイリちゃんかわかんないけど。でもこれスイリちゃんやろ。パパとママの写真だよ。やっぱそうだよね。なんで君だけ写ってないの？パパ、ママ。え？あ、なんかある。休憩室の鍵を手に入れた。君、ちょっと待って。この鍵どこから出てきた今。君、え、大国へ！いや、理不尽。理不尽。ひどくね今の。待って。理不尽にも程がある。ちょ、こっちから調べよう。何今の。え？え、ちょっと待って。何？どうすればいい？こっちから調べて。今俺の、え？俺に重なって生まれなかった敵が。もう右ボタン押すか。もう、なんか喋ってる暇ねえ。え？なんだこれ？なんだこの時間？なんだよこの時間？なんで戻れねえんだよ！おい！何これ？え？この時間内までここ逃げ続ければいいの？怖い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 、やめてやめて、早く開け早く開け。何？開始早々わけわかんない。え、タイトル画面バカ可愛いじゃん。ねえ、一回タイトル画面戻るよ。ねえ見てよこのタイトル画面、めちゃめちゃファンシー、可愛らしいのに急に敵に斬殺されたんだけど。ちょ待って、さっき敵が出てきてさ、ちょっとろくに説明てかさ、俺の考察みたいな説明できなかったんだけどさ、このスイリちゃんは映ってなかったやん。と俺の予想言っていい？俺の予想でしかないけどね。へいーん、俺の予想言っていい？多分さ、多分ってかまあ俺の予想でしかない、何回言うんだよ。スイリちゃん娘じゃないだろ。いや分かんねえけど、本当に俺の勝手な想像だけど、なんかそんな、え、そうなんかな、普通に娘なんかな、わかんねえけど、なんで映ってないんだろうね。なんか堅くなにこの子のなんか描写があんまりされない気がするけど。え、休憩室、休憩室どこだ、あそこか、はい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 。でも言うてね、もう中盤ではあるんだよね、結構進んでんだよ。でなんかあの地図ってか、あの一番最初この地下来た時に見たあのなんかね、なんか回数みたいな、この下が多分最後だと思うんだけど、ここだね。鍵がかかってるから休憩室使おう。オッケー。さあ、ここ。セーブがあるってことは、また敵出てくんじゃねえのか。まず先にセーブしちゃうか。セーブして、これなんだ。奴は幻覚や幻聴を繰り返し、元研究員たちの精神を崩壊させます。いや、ついよ。元研究員たちってどういうこと？ん？なんか人体実験とか、まあ、研究してて、なんかそういう能力芽生えちゃって、研究員たちそれ知らなくて巻き込まれたってことなのかな。まあ、自業自得じゃね？お。なんだこれ。ねえ、これ写真撮っとくか、一応。ねえ、一応シリにも聞いとく？シリ、これ写真撮っといた方がいいと思う？
これ何なんだろうな。また椅子倒れてる。でもこれは今回関係ないよね。前回そういう謎解きあったけど。2614年。まあこれ多分普通に2014年で合ってんのかな ?2014 年4月29日未明。労災町で、山本里香奈さん7歳。山本心さん、心心心くんか。不幸なのに犯人死ぬほど誇張した心くん。8歳が行方不明になる。二人は結婚だけを残し行方不明となっている。警察は北区の事件に続けて子供たちの行方を追っている。そうなんだよね。前回もなんか別のなんか手記みたいなやつで見たんだけどさ、なんか子供が行方不明だったよね。だから絶対これさ、人体実験で子供ここに連れてこられたんでしょ。2014年4月25日未明。村で。八木、八木くるみさんか。八木くるみさん6歳が行方不明になる。警察は犯人の行方を追っている。おう。めっちゃ誘拐されてるな。え?だからさ、この子さ、でもな、違うか。スイリちゃんもなんか誘拐された子だったりするんじゃねえかなってちょっと思ったけど、でもちゃんとママパパっていう記憶はあるんだよね。忘れやすいとは言ってたけど。N ファスタたちは、個体差はあれど、別個体の N ファスタとアルスフィロプスの声が判別できます。共食いはありません。何それ?カプカなら知ってるよ。ね、メイドヤビスの。ソスソスっていう子、あれめっちゃ可愛いよね。対して、アルスフィロプスには、一切の意思疎通が不可能です。はーい。ちょっと待って、難しいな。メイドインアビスのカプと思い出しちゃった。メイドインアビスね。もうグッズ欲しすぎてさ、もうアマゾンでなんかさ、なんか売ってた安い T シャツ買っちゃったんだよね。ナナチ映ってる。関係ねえでな。アルスフィロプスや N ファスタは、やつのウイルスによる生物です。あ、やつから生み出された生物、ん?ウイルスが、その、アルスフィロプスとか N ファスタで、ウイルスなんかやっぱり。え?ウイルス?このゲームでウイルス出てくるの?結論から言いますと、この施設はウイルスによって汚染されています。だから俺を追ってきたあの怪物みたいな奴らも元人間ってこと?アルスフィロプス候補には大きな精神的ショックが加えられると、ウイルスの進行が急激に早まり、アルスフィロプス化する体に。むず!アルスフィロプスっていう文字自体を覚えられないのに、むず!え?で?もうここ全部調べたんじゃね?ここ行けないの?扉が開いてる。ここの階にはママはいないのかな?え?まだここでなんかすることあんのかな?多分ないよな。あ、これか。これなんだ?そんな部屋あったか?赤い何?ねえねえ、これ。スイビビロスやめとけってマジでね。あれ、ここに紙なんてあったっけ?お前なんか死ねばいいのに。すっごい急にディスるじゃん。あ、出た。またセーブできなくなった。あのさ、これ仕様なのかバグなのかわかんないんだけど、前回ね、選択肢で、もうなんか別の選択肢やったらどう、なんか死ぬんかなって思ってさ、一回最初からやり直したんだよ。その時ね、セーブできたのね。あ、ここセーブできる。だからさ、ワンチャンこれ、ワンチャンだけどバグなのかもしんね。ちょっと待ってよ。なんかさっきの、なんか謎解き一本の多分俺ここだと思うんだけど、違うか。血の跡があれなんかな。ここっぽい気するんだけどな。違うか。え?え?いや、死因が謎。ものすごく無言だったぞ、俺。お前今動いたよな。え、そういうこと?ちょっと、なんで動いた?今俺ここ入ってこっち行こうとしたらぐしゃって動いたよ、お前。なんやねん、お前。動かないんかよ。どこだ?ん?ここかも。写真の感じ。ここの、あ、ここ調べればいいのか?え?なんもできないけど。カッターのか。ああ!来た!あ、カッターの刃が折れちゃった。え?してー!刃折れんなよ!ん?あ、かわいい声。これ、パズル?あ、ダクトとかじゃないのか。うわ、なにこれ難しそう。なんだこれどうせいいんだ?あー、ん?こう。ああ、なるほどね。こうやって、つなげていけばいいってことなんだ。でも、あそこにゴールさせればいいってこと?これで、こうして、こうして、あ、なるほどね。あ、こういうの結構楽しいかも。あ、楽しい!できた。よし。非常用リモコンキーを手に入れた。非常用リモコンキー?
一回しか使えないみたい。どこで使うんだ。あ、絶対いいんだろ、大樹これ。ちょ、セーブさ、ん髪あったっけこれ。僕は君も君、あ、これ読んだな。君たちが憎い。そうですか、ありがとうございました。またかよ、またかよ、お前。頼む、急に出てくんのやめてくれ。マジで足クソ遅いやんけ、お前。頑張れよ。もうちょっと頑張れ。開かない、開かないんかよ。本当にあの、カットしてると思ってクソ無言の時に追ってくのだけやめてくんない？いや、さ、多分ね、今こっちの方全部調べてきたんだけど何もなかったから、なんかね、鍵穴ない場所あったじゃん。あそこでなんかできんじゃねえかなと思って、来ないんかい！来い、そこは！ここで使えるんじゃねえかな。やっぱそうだ。非常用リモコンキーを失った。で、開けれるんだよね。ここ鍵穴な、え、無限セーブできるや。いや、一体で十分なんだけどね。おい、どれがセーブできんね。おい。あ、これかい？どれが？ん？結局この部屋にもママはいなかった。ここの階にもママがいないなんて。そんな。はぁ、あ。地図を捨てた。捨て？あ、まあ、いっか。まあ、多分ここはもう用ないってことか。また別の新聞記事がある。うん。27！全然書いてねえ。あ、来た。なんでこんな中途半端なとこに書いてんだろうね。2014年12月5日未明、八代咲子ちゃん7歳が行方不明となっている。2015年2月17日未明、シンクラゆりかさん5歳、シンクラアワーさん 8歳が行方不明となっている。そう、人の名前読めないよね。2015年6月20日未明、ゆうちゃん8歳が行方不明となっている。2015年9月30日未明、子さん7歳が行方不明となっている。3、9歳、めっちゃ行方不明になってんだね。でもこれ全員犠牲者ってことでしょ。ここにいる怪物みんなこの子たちなんじゃねえの。だからねえ、10歳、もう年齢上でも10歳か。10歳さんが行方不明と、6歳さんもだ。6歳さんトリプル6歳やん、すごで、7歳10歳7歳5歳9歳ね。もう毎年行方不明なってんの？全員誘拐してるってこと？え、そん中にスイリーちゃんもいるんじゃないの？ねえ。この最後に。え？いねえわ。いねえけど、とんでもねえ量だ。あ。そこに書いてある事件。全部被害者が行方不明になってるの。だろうね。何か気がつくことはない？犠牲になってるの。ちょうど小学生の。あなたと同じ年齢の子供がね。何？で、同い年の子が行方不明になってるからって何なの？何が関係あるの？なんでこの人たちが行方不明になってんの？ん？あなたと同じ年齢の子たちがね。うん。まだちょっとよくわかんねえな。セーブ誰だっけ？これか。え？とんでもねえ。え？嘘、やつここまで追ってきたの？どうする？とも食いしてる。気持ち悪い。気分がある。今の子、多分このグループの中でもいい子だったんだろうな。ねえねえ、何してるの？そしたら食い殺されたんだろうな。頭がおかしくなる。ママのところへ早く逃げないと。もっと地下に行かないと。でもどうすれば。え、地下に逃げないと。え、どうすればいいんだ。こっちか。こっち何かできるとこあったっけ。あ、うわ、嘘だろ。これウサギ犠牲にするってことか。そんな、おい、スーパーウルトラウサギラッシュなんだろ。仲間やろこの子。え、勝手に。え、なんか今文字あったぞ。これ編集でちょっとね、足しとくわ。さすがにね、早すぎるね。ウサギを1個手に入れた。え、1個って、うーわ、仕方ねえって思っちゃう。やるっきゃねえよな。心鬼にしなきゃな、スイちゃん。やるぞ。うわうわ、見たくねえこれ。やだ、そんなに跳躍する。あ、え、わかんない、全員倒したかもしんない、あの酒が。
あの酒が全員倒してくれたんかな。一瞬でみんないなくなった。あ、せ、追ってったんかな普通に。食われたわけじゃなくて。いや、食われたよ、絶対に。絶対食われたやん。食われる以外ないやろ。うわ、死体とか、行くときにあんだろうな。え、こここんな血ついて、あ、血ついてたか。行くきゃねえよな。え？いや、ないよ、長いよ。ウィキペディアは見れた。2021年5月。スイリちゃんはどうしてウサギが好きなのですか？どうしたの急に。だってスイリちゃんはいつもウサギさんのフードを着てるのでしょ？それに、スイリちゃんはウサギさんのぬいぐるみばかり持っているそうじゃないですか。それにそれに、口癖もウサウサなのです。アズは気になった、お！あ、その、あの子だね。あの前回出てきたあの写真の子ね。耳が、なんか垂れ耳の子。ね。スイリーがウサちゃん好きなのは、あれでもさ、実際に会ったことないっつってたよね、確か。だからこれネットでのお話なんかな？チャットとかでやってんのかな？見た目がふわふわで、目がまん丸なのが可愛いからだよ。スイリー、可愛いもの大好き。確かにウサギさんはびっくりするくらいふわふわでとっても可愛いのです。とっても癒されるのです。この喋り方が多分そのアズちゃんなんかな。あとね、可愛いものが好きな子は可愛いからだよ。おう。え、可愛いものがたくさん好きなスイリーちゃんはとっても可愛いのです。はあ、だよね。あとね、あとね、まあ、実際可愛いから何も言わんけど。うん、そうだね。うん、まあ、うん。いいんじゃないかな。みんな可愛いよ。ウサちゃんとスイリーが似てるから、かな。ねえ、アズキちゃん知ってる？ウサギって寂しいと死んじゃうんだって。うん。スイリーも同じだよ。寂しいのは嫌。悲しいのは嫌。一人だけは嫌。いっぱい。急にこうなるよな、この子。なんか急に話、すっげえふわふわしてたのに急に、寂しいのは嫌ってなるの嫌だよな。もうずっと普通のテンションでいればいいのに、急に減らるやん。いっぱいいっぱいお友達がいてほしい。そう思っちゃうの。何も言わん。アズも同じなのです。お父様とお母様がお仕事で忙しくて、一人でご飯食べるとき、苦しくなってしまうのです。寂しいときは、お友達が欲しいのです。きっと、寂しいのが好きな人なんていないのです。え？俺めちゃめちゃ一人好きなんだけど。なんかそれで周りがなんか寂しいやつって思われるのちょっと腹立つんだけど、普通に一人が好きな人いるよね。俺と同じタイプ。絶対いるよね。いるよね。俺だけじゃないよね、絶対。一人の時間の方が気楽でよくない？人間はみんな、ウサギさんなのかもしれないのです。それはちょっとよくわかんないけどね。あはは、人間みんなウサちゃんは面白いね。おい、この二人が人間ウサちゃん計画進めようとしてるからここら辺の奴らみんなウサギっぽくなってんの。まあ、ウサギに程遠いけどね。失敗作みたいなさ。え、絶対このスイリちゃんとかやばいって。ねえ、なんかやってるやろ。あ、で、ここが新しいステージか？あ、地下3階入り口だ。で、ここはいけんのかい？いけるな。お、なんか雰囲気がまた変わったな。2013年かな ?3 月。昨日オカルト系のテレビを見たんだ。僕はその類全然信じてないんだ。わは。何その笑い方。お医者様は、UMA、UMA みたいなやつだよね、確か。だとか、超能力を信じる？まず UMA よくわからん。僕の病気の正体はもしかして、宇宙人の仕業だったり？なんてね。お？それがなんか、これなんかその被害者の子供の日記だったりすんのかな？行方不明になって。多分誘拐した側も多分さ、君は病気持ってるんだよみたいなさ、嘘ついてさ、なんかやったりとかしたんかな？なんだ？協力者。砂川かな？佐川ゆいかな？うい。年齢15歳。確認済み。急暴異病。アウギス症候群。貧実異常症。過剰嗅覚発達。過剰視力発達。なんか、すんご。あ、この人。お、この人なの？パパの本に出てきた人だよ。パパとママの研究に協力してた人だったんだね。ウイさんって言うんだ。15歳で。今まで一度も出会ってないけど、大丈夫かな？大丈夫じゃねえだろ。無事ではねえだろうな。こんな綺麗な人死んじゃったんかな？
全体会議は毎月30日に行います。はい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 。でも全滅したところでしょ、協力者の経過観察に対しては随時報告書の提出をお願いします。ほう。危なそうな薬品があるよ、危なそうな薬品があるよ、危なそうな薬品があるよ、そして危なそうな薬品があるよ、全部飲め、全部飲め。お、これ飲んでないよね。2015年5月セラピーラビットは初めて聞いた。僕は猫派だけどウサギも可愛いね。お友達ができて嬉しいよ。はい、名前決めないとね。うん、ウサギも可愛いし猫も可愛いよ、全部可愛いよ動物は。こっちは、あれ、いけね。2015年6月新しいお友達の名前ウサチーにしたよ。いいでしょ。うん、ウサも怖がりだけどとってもいい子だよ。そうなんだ、よかったね。一緒にくら寿司でも食べに行く。ねえ、今日お寿司の気分なんだ。皆さん忘れてたよ、今日3月14日やんけ、ホワイトデーだぞ。みんななんか俺にちょうだい。なんか別に俺の日でもなんでもねえけど、ただ俺がホワイトなだけで勝手にホワイトデーとなんか関連付けちゃってるけど、みんななんかちょうだい。ねえ、おお、帰ろう。なんだろうこの部屋、物が何もないけどその代わりに部屋がボロボロや。みんなとりあえず高評価とコメントとチャンネル登録してね、うん、それが俺に対するプレゼントでいいよ。あとなんかよかったら 5万円ぐらいちょうだい。すごいゴミクズだよな本当に、視聴者に金もらおうとしてる。ここは別に何もないのかな。ん、カッターしかねえんだよな。でもここは特に、いや、あと夏時だろこれ。まだ何もない、足痛えなおい、まだ何もできねえんだろうな。これでここは2016年、ウサチーはいい匂いがするよ。そっか、あの僕食わず食べたんだよね。2016年、ウサチーって呼んだら振り向いたよ。名前覚えてくれたのかな。うんうん、ウサチー、さっきの砂川ウイちゃんのことウサチーって呼んでたりする。違うよね多分、さすがにそらないよな。2020年3月、頭が痛くて寝込んでたらウサチーが近寄ってきたよ。ん、結構経ったね。ここ4、なんかいっぱいあるな。絵を描くのも好きだよ。そっか、これ君が描いたの、うんま。俺真ん中がタイプかな、なんか可愛さで言えば。あー、ちょっと丸々太っちゃったウサギかな、可愛い。これは漫画だよ、ほこりかぶってる。ほこりかぶってトゥーだ。漫画って素敵だよね。恋愛、冒険、友情、スポーツ、いいな。僕もいつか病気が治ったら漫画の主人公みたいにたくさんのことを経験したいな。うん、ブルーロックに登場せ、潔陽一みたいな、なんか主人公みたいな、いやわかんないな、あのおっしゃって言え、なんかとりあえず今後おっしゃだなって、何があるたびに言え、そしたら多分いつの間にかサッカー選手になってる。2020年4月、この間から頭痛が止まらなくて毎日吐いてるんだ。うわ、それはおっしゃだな。それに誰かの声が聞こえる。おお、それもおっしゃだな。とても悲しそうに叫んで泣いているの、おっしゃだな、寂しいって。お、誰か来たぞ、エクストリームおっしゃだな。どう、これお手本ね、おっしゃの使い方。多分周りの人たち全員から嫌われるよ。さ、うい、なんか追加されてる。僕を呼ぶ声の主、あの子。なんかもう、なんか俺さ、この俺が操作してる子がなんかめちゃめちゃ怪しいんだよな。ここは、なんだ、なんかあれか、水洗い場みたいな。なんなんだろう、ここ。学校でこういうところあるよね。で、喉乾いたらここであの、ゴブ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 飲むやつ。体育の時間終わってから飲むこのね、水道水、クソうめんだよな。懐かしい、学生に戻りて。なんだ、破片 A を手に入れた。なんだそれ、何かの破片。使えねえのか、別に。で、こっちも行けない。とりあえず全部いろいろ行ってみる？ちょっとセーブしてんだけど。さすがにここになんかあるよな。あ、これさらに地下か。鍵がかかってて開かないよ。うん。もうセーブしたいのに。ちょっと待って。やばい、吐き気が催して。来たよ。あ、ここ一周してんのか。オッケー。もう一回こっち行ってみるか。あ、ここもどうせ鍵かかってんじゃねえの。これって確かカード読み取ったら悪ドアやだよね。
聞いたことがあるよ。あーカードキーが必要ってことか。この破片がそうなんじゃねえの。違うか。今なんかガチャって聞こえたから下行ってみるか。おい多分あれやろ、怪物来とるんやろ。わかるで、いろんなゲームやってきたらわかんねえ。多分ここら辺でいっぱい怪物いる。あれこれなんあったっけ。助けて、寂しい誰か。脳にこびりついたあの子の声。あの子のことを分かりたくない、知りたくない、吐き気が止まらない。大丈夫かい。あれこんなここ血ついてたっけ。いけるここ。ん、なんだろうこの部屋。物が何もないよ。さっきも来たよ。ねえさっき来たよ。同じ反応しなかった君。こんな血ついてたっけ。そ、記憶がもう薄れてる。これはあの子に近づくのは危険だよ。あの子に関わるのやめた方がいいと思う。いや絶対にもうやめた方がいい。あの子は何、誰のこと言ってんだ。ほらスイリちゃんだって絶対。違う、絶対スイリちゃんやろ。怖がるだけど、とても最初ねなんか好意的だったのに。あの子は子供を求めている。スイリちゃん、あてかここ開かなかったよな、ね、何この量。あ見れない。あの子の研究は早く中止にした方がいい。ん、あの子の研究は早く中止にした方がいい。全部同じだな。この子のための実験だったりすんのかな。そもそもだってさ、一般人、まあわかんないけど、まあ民家の下に研究施設があること自体おかしいよね。え、どれかなんか新しいのない、別のないのか。全部中止だな。これは違うな。早くここから出たい。何があったん。算数じゃなくて数学のプリントみたい。うん、推理勉強嫌い。いや勉強せえよ普通に。古文のプリントみたい。推理勉強嫌い、勉強せえ。じゃ全部ウサギに例え、なんかほらうんこ漢字取りみたいにさあんじゃん。うんこにしたらなんか子供が勉強しやすくなったみたいなあるじゃん。だから普通にこの子の場合ウサギにすればいいんじゃん。全部なんかウサギがなんか5匹おりましたで、うん、3匹狩猟されましたみたいな。最低だなおい。ちゅこ言ってんだよ。これはお医者様には何が見えているの。え、でもウサギってさ、なんかよくなんかドラマとかなんかサバイバル系で見るとさ、ウサギ必ず食い物にされてるじゃん。ウサギの肉って美味しいんかな。なんか俺の視聴者でたまになんかすげえいろんな人生研究を食ってる人いるからさ、なんかこういうこと言ったらたまにコメントでいるんよね。なんか食べたことありますけど美味しいですよみたいな。なんか多分俺が聞いたらさ、多分誰かはいると思うんだよね。だから一応聞いとくわ。ウサギの肉って美味しいの。ねえ誰か教えて。もうすごいからね俺の視聴者。なんか別のゲームでスタンガン食らってみたいっていうさ、俺のなんか軽い冗談交じりのなんか若干本音みたいなこと言ったらさ、スタンガン受けてるけどみたいなさとんでもねえコメント残してて、それなんかツイッターのなんか YouTube 名なんか珍コメント集みたいなさやつ拾われてるんですよ。ちょっとなんかねめちゃめちゃ繊維ネグラスですよね。何の話、早く進めろよ。あ、破片同士をくっつける。これカードキーなんじゃねえのかな。脆いセキュリティカードを手に入れた。すごくね。なんで接着できたのかわかんねえけど、この子唾液つけたんかな。唾液になんか結構粘着性があんのかな、この子のなんかベロって よだれって。これから来たこれ、え、一瞬で入ったな。セーブしよう。うわ、映像室ね。あ、パソコンじゃん。パソコンを見るの。いいえ、まあ見るけどね。見る見る見る。さあなんだ、難しい写真ばっかり。この動画なんだろう。サッカーは砂川でいいかな。いやサッカーはで、サッカーにするか。サッカーは、いやで砂川だなちょっとはっきりしてほしいよね。砂川いいかな。 MP4、 うんこ MP3 じゃなくて砂川ういって、さっきの紙に研究の協力者って書いてあった女の子だよね。見てみよう。うん、再生中。まだ俺ちょっとごちゃごちゃやな。2021年2月。うん、お、うん大丈夫だよ。ちょっと待って、咳し、ふう、ただいま。うん大丈夫だよ、ありがとうね、うさち。15歳なんだよね。大人びてんな。あ。あー。え？お医者様、久しぶり。久しぶりだな、うい。治療薬の開発が来月になりそうなんだ。
今日はその報告をしに来たんだ。わあ、本当？それって僕の病気が完全に治るんだよね。え、あの大量の？全部？病気が治ったらここから出られるよね。僕学校にも行けるよね。ああ。ありがとう、お医者様。ここから出たらやりたいことがたくさんあるの。楽しみだな。ね、ウサチー。ウサチーはちゃんとウサギなんだね。あれ？でもこの子。あれ、ちょっと待って、あれ、マウスが出るこれ、あれ、ゲーム止まっちゃった。あ、あった。この子がさ、さっき、犠牲にしようとしたウサギだったりする？すごい顔色だね、お医者様。ちゃんと寝てないでしょ。ああ、ここ数日は、あの研究を徹夜していてね。うん。その間、娘さんはどうしているの？あんなに小煩悩だったじゃない。娘？ああ、そういえば、未確認、なんて読むんだこれ。ちょっと待って、読み方がわからん。未確認強度でいいのかな？の研究で全く家に帰ってないな。うん。たびたび資料や忘れ物を届けに来てるそうだが、妻もずっと私と研究所で徹夜してるから、最後に顔を合わせたのも数ヶ月前になるかな。え？数ヶ月も？まだ小学生だよね。きっと寂しがってるよ。娘さんが気の毒だよ。やつの研究に熱中するがあまり忘れていたな。やつ。うん。そりゃ、その、例の研究で僕の幻覚と幻聴が落ち着いたのはメリットだと思うよ。でもさ、前にも言ったけど、僕はあんなおぞましい研究なんかやめた方がいいと思う。というか、あんなのより娘ちゃんとたくさん関わった方が絶対。いや、我々は、ちょっと待って、読めねえもんが多すぎる。一応ね、一つ一つ調べてるんだけど、なんかオリジナルなんかな？ N マゲ病N マゲ病の研究者たちのためにも、食べる時間、寝る時間を削っても、奴の研究をしなくてはいけないんだ。奴はとても弱いんだ。我々がいないと死んでしまうんだ。奴は私を求めているんだ。ああ、そうだ。早く戻って奴に会いたくて仕方がない。え？なんかそのやつもなんかウサギっぽいね。はぁ、あ、このウイちゃんでもまともに見えるけどね。2021年3月4日、なんかめっちゃいるぞ。ええ、何今のグニューって音。これでやっともう僕は病気に悩まずに済むんだ。これで、いや、やっぱ怪物がウイちゃんだったりすんのかな。あれ、なんか苦しく。え？あ、あずい。ウイしっかり、がゆいがゆいがゆい、あずい。え、なんだ、わざとじゃねえのか。やめて、痛い、あたた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 た、ああ。失敗なんか？え？薬の取り違い？おい、とんでもねえミスしてるじゃん。何それ？なんで？どうして？犯人が誰なのか我々にもわからないんだ。すまない。スリちゃん、たびたびここにちょっと来てるみたいな言ってなかったっけ？あ、違うか？俺の勘違いか？スリちゃんじゃねえの？我々が奴の研究をしてる間に誰かが治療薬の中身を変えたんだ。本当にすまない。僕、もういいよ。あんなに可愛かったのに。お腹がいつまでも空いたりするのも、胃が大きくなっちゃうのも、それだけでももう十分なのに、治療薬も偽物を打たれるとか、もう、ウイ、まだ諦めるのは早い。落ち着いてくれ。諦めるのはまだ早い？最初の検査からもう8年も経ってるのに。うわ、すまない。は、お医者さんま、もう無理だよ。永遠に僕はみんなみたいに学校に行けない。好きな服ももう着れない。
恋人も友達もできない。この場所からも出られない。もう無理なんだよ。ああ。やっぱこの子なんだ、あのデカブツ。目つきが同じだもんな。砂川さん、落ち着いて。誰か鎮静剤を。2021年5月、秋尾先生、ウィちゃんの様子はあれからどうなんですか。ああ、それが、あまり良くない。何してんの。あ、壁にずっと突進してるウサチ。大丈夫か、そこにいて。巻き込まれんなよ。無理もない。あんなことが起きたら治療薬をすり替えるなんて一体誰が。私は一体どうなってしまったんだ。ウイがあんなに苦しんでるというのに、早く奴の研究をしたくてしょうがない。うわ、いかげさたのか。ウサチはまだ大丈夫だな。6月。あなた、研究中ごめんなさい。他の研究員から新しい報告書が来たわ。先週のウイちゃんのことなんだけれど。うわ、もう、無視してるだろ、これ。一日中壁やドアを体当たりして、体中血や傷だらけになって。あ、これ、ウイちゃん、さっきのあの血まみれの傷だらけの部屋やん、今思ったら。4日に1回、大声で叫ぶそうよ。持病も悪化してしまって。前よりも空腹が抑えられずに、机を噛んだり、椅子をかじってるみたい。あなた、とても言いにくいんだけれど、ウイちゃんはもう、以前のウイちゃんじゃないわ。彼女はもうどこにもいなくなってしまったの。そんなはずが。明日、ウイに会いに行こう。ウイ、久しぶりだな。奴の研究が忙しくて、なかなか会えなかったな。すまない。ウイ、いるのか？開けるぞ。え？でもさ、パパはここら辺では死んでないよね。だって、家のり、お風呂で死んでたもんね。部屋中に激しい引っかき傷がある。ウイがつけたのだな。ウイ、辛かったな。すまなかった。本当にすまなかった。我々が薬をしっかり管理していれば、君は。ん？ウイ、何をしているんだ。自分食ってんじゃねえの、これ。何を食べて、あ、じゃ、ウサチ！食っちゃった。ぐる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 。やめてくれ。ウイ。いやでもそうなるよね、当たり前じゃね。周りの大人バカすぎ。なんでウサチ一緒に入れてたの。それは君の友達のウサギの。うわー。いや、うわじゃねえんだよ。え、割と放置したのが悪くない。2021年11月、私もその先のことはよく覚えてるわ。あ、ママ。あの後、ウイちゃんは、笑顔で私たちを見たわ。その笑顔は、15歳の女の子が生きていたら、到底作ることのできない。憎しみと恨みの混じった表情だったわ。その後、ウイが我々に危害を加えかねないと判断したため、同月、ウイの部屋をロックし、ウイを閉じ込めた。なんでやねん！閉じ込めるん？ああ。あの頃のウイはもう、同い年の女の子と同じように、ファッションを楽しみ、ウサギを可愛がっていた時のウイは、もうどこにもいなかった。ウイは、もう別の生命体だった。誰がウイの治療薬を入れ替えたんだ。ウイは治療薬があれば助かったのに、なぜだ、なぜなんだ。なんで特効薬をもっとしっかり管理できなかったんだ。どうしてしまったんだ、我々は。あなた、どうか落ち着いて。だからパパはもう奴に、ねえ、染まっちゃってんでしょ。ねえ、なんか魅了されてんでしょ。確かに、奴の研究をし始めてから、
不可解なことが立て続けに起きてるわ。こんな不可解な状況を打破するためにも、私たちは奴を解明しなくちゃいけないの。ね。だって、今すぐにでも奴に癒してもらいたくて手が震えているでしょ。もう、ちょ待って、俺だけかな、分かってないの。奴って何？2022年3月2日。うわ、閉じ込め。うわぁ。この子はほんとただかわいそうだよな。ああ、まあそうだよね。もう怪物やん。急にああなっちゃったんだ。でも君もスイリーちゃん思い出したんじゃねえの？なんかパパを食べてスイリーを追いかけてきたあいつってウィスさんだったの。そんな、もう耐えられない。ママ、もう嫌だよ。心がぐちゃぐちゃのドロドロになる。ママ、ママ、ママ、早く会わなきゃ。推理壊れちゃう。せっかく貯めた愛が、安心がこぼれちゃう。嫌だ。早くここから逃げないと。早くママに会って、この地下から逃げるんだ。え？この子何も関係ないわけないよね。絶対この子入れ替えたと思うんだけど、ちゃう？すり替えたの君じゃない？寂しくてやっちゃったんじゃねえの？あの子にバッカみたいなさ。鍵がかかってたかな。あ、待って、まずそのウイちゃんがいた部屋に行ってみるか。こんな可愛らしい、このゲームのタイトル画面めちゃめちゃ可愛いし、名前も可愛いのにな。なのにもかかわらず、話が重々や。まあ、こういうゲーム大好きなんだけどね。ここだろう。なんかあるって。あ、やっぱそうだ。血の塊を手に入れた。なんこれ。食え。おめえ。食えよ。え？何これ？何に使う？血の塊？なんだ、どこで使うんだこれ。あれ？なんかこんなんあったっけ？3はウサギの耳。3に関する3ヶ月、3月に何かが起こる。なんだっけ？怖っ、何この詐欺。これ見てなかったな。なんかちょくちょく追加されてるんだけど、張り紙。なんか見落としたらごめんね。俺さ、多分さ、この血の塊洗うんじゃねえかな、ここで。なんかそんな感じするんだけど。血の塊。あ、失ったって。失うな。階段入り口の鍵を手に。あ、鍵なんだな。階段入り口の鍵？ここか。ここ鍵かかってるって言ってなかったっけ？ここで、これか。うん、失った。もう終わるんじゃん。もう終わりそうじゃない？この下って何も書いてなかったよね？血の匂いがする。目の奥がビリビリする。頭が痛くてぐにゃぐにゃする。パパとママからもらったいつもの薬も置いてきちゃった。なんで推理こんな辛い思いしてるの？楽しいこと考えよう。昨日は楽しかったな。その日の給食の揚げパンが美味しくて。晩ご飯はママがハンバーグ作ってくれたんだっけ？うん。ママ、お願いだから推理を一人にしないで。はぁ？ん？ここは見たこと、ん？また違うとこだよね。君はもうここで終わり。お前誰なんだよ。お前ウイなの？わざわざ書いてんのこの紙。あの子の研究は早く中止にした方がいいって言ったのに。はぁ。ね。最近のお医者様たちは研究所はおかしくなった。うん。結局どこで崩壊したんだろうね。まあ、奴の研究しすぎててみんな狂っちゃったんかな。またカードで悪ドアだ。さっきのカードだとうまく読み取れない。どうしよう。早く先へ進みたいのに。なんだもう。おもろいな。2020年3月3日に研究所があの子を捕まえてから全てがおかしくなった。1年前、あの子の研究をし始めてから。2020年は2年前だよ。今日って何日だっけ？え？
ちょっと待って。ちょっと待って、いろいろごっちゃなってきた。スイリちゃん？スイリちゃん。研究熱心。ファハハ。あれはそんなんじゃないって。研究で自分の子供を忘れかけるなんて、お医者様とはいえ最低だと思うけど。え？この子本当の娘じゃなくてさ、放置すぎて子供死んじゃってたりする？で、もうさ、この子がもし奴らとして、で、もうこの子にさ、もう酔っちゃってるさ、この子を娘にしちゃったみたいな、狂っちゃって。ちゃうか？そんな感じしね？ちゃうよな。そんな俺の安直な考えなわけねえよな。どうなんだろう？わかんねえや。カレンダーだ。今日は、2022年3月3日。じゃあ、ういさんは昨日脱走したの？たった一夜でこんなことに？ママ。一日で？すんごいね。これは見れないのかい？これは読めるかい？読めないね。なんか謎の壁に阻まれてるね。読めないね。戻るわね。いや、おもろいんだけどさ。思ったより壮大だな。今ここにいて、あの赤いやつなんだ？左なんか行ったっけ？とりあえずこっち行ってみるか。全部行ってみよう。あー、入ってみるか。めっちゃあるな、紙。ここは、調べれないな。どうせこれも危険そうな薬。もう何も喋らなくなった。全部見るか。多いね。あ？ママの絵。ウィさんが描いたみたい。え、うまいな。ママ。うまいね。ウィちゃん。これパパか？パパ。パパ、ね。マッシュみたいな髪型しててかっこいいのに。死んでああなっちまったんだな。で、ここも特に何もない。まあ、光ってるだろうな。これは見れねえ。え、これも見れねえのか。全部見れねえ。んで、これはどれ誰だ？え？これ誰？おい、なんか変わった。なんで絵変わったの？ん？ちょっと難しいわね。いろいろ考えながら進めると、喋んなくなっちゃうな。2021年4月。砂川の薬を取り替えた犯人が研究員なのかすらもわからん。あの先生夫婦が薬剤室のロックを開けたままにするってヘマをするのも驚きだが、やつとやらの研究はそんなに熱中するもんなのか。うん。終わりか。ちょっと待って、めちゃめちゃ頭がこんがらがってきた。顕微鏡室の第一パソコンを起動してください。あ、それからやれってこと？はい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 。いやもうここで、このエリアで多分全てがわかるんだろうけど。やばいな。こんがらがっちゃうとさ、真実が明かされても、ん、どういうことってなっちゃいそうなんだよな。わかんないよ、そんな。あ、なんか、お尻みたいなのがある。お尻を、お尻で、これなんか、お尻吸うみたいなさ。もうチンチンみたいなね。これ金玉袋みたいなの、これにしよう。はい。これは、ほうきを手に入れた？細長いよ。あ、なんか狭いところなんか取るみたいな感じか。ここにもあんのか。N ファスタ解説。大半が研究員の自我を残しています。水晶体が破壊されており、目が見えません。目が見えない分、聴覚と嗅覚がアルスフィロプス以上に発達しています。顎と歯が発達しています。N ファスタ同士の共食いはありません。N ファスタ同士が対話に似た行動をする様子も確認されています。アルスフィロプスと N ファスタで意思疎通は不可能です。同部屋に配置したところ、アルスフィロプスは N ファスタに真っ先に襲いかかりました。N ファスタってだからなんかちまちま出てくるなんか3体ぐらい出てきたやつらってこと？ N ファスタは目が見えないことと歯の痛みなどのストレスから攻撃をします。再生能力はほぼありません。かすり傷でも悪化しやすい特徴があります。はぁ、すげえな。何がすごいとわかんないけど、なんかすげえよな。ほうきどこで使うんだ？ん？待って、コナン見てなくね？2021年7月、先輩が N マゲー病になってぶっ倒れちまった。あのいい加減な先輩が1週間も徹夜とはな。うん、ちょっとくすねて余るくらいには研究資金が出てるんだから、そんな真面目に研究しなくてもいいのにな。先輩の分は、俺が埋め合わせすることになった。ん？さっきなかったよね。これはあったけど。カレンダーだ。今日は？これは見たよね。じゃあ、ウィさんは脱走したの？なんかでもまあ、調べたら別のところでなんか出てんな。これ。で、これ何？
あ、ここらほうきか。あ、ちょう、待って、ほうきどこで使うの。あ、追加されてる。順番通りにやらなきゃダメってことは、これでほうきか。ほうきを失った。これで、これでもねえのか。2021年10月。先輩は、もうダメだな、ありゃ。体が変化しちまってる。でも、ろくに見えてないみたいな。あ、これであの、なんか、ファスナンパちゃんになんでしょう。そもそも、やつって何なんだ。いや、俺も知りてんだよな、それ。あー、でも分かった分かった。これで、順番通り見ていくと多分他の部屋でも多分四季が追加されてるんじゃねえか。あったあったあった、これだ。増えてる増えてる。2021年12月未確認強度は2020年3月西ヶ浜市の、山奥の民家跡地で発見された。塩基配列はホモサピエンスと大きく異なる。はあ、うん。地球上の遺伝子情報が合致する生物は存在しない。生殖器官が存在しない。未確認強度は幻覚幻聴を引き起こすウイルスを自身の体内で作る。必ずマスクを着用すること。うん、読み方間違ったらごめんね。未確認強度の幻聴の内容は主に寂しい、悲しい、辛い、苦しい、寂しいかな。これスイリちゃんじゃねえの。ねえ、未確認強度は寂しい、悲しい、もうこういつも書いてるやつもこうなっちゃったのか。幻聴とかなんかバグっちゃったね。まあ、これでどんどん全滅してた、たってく、うん、なんですか？なんですかね？あの子に関わるとみんな、何かに乗っ取られたみたいになる。みんな狂ったようにあの子の研究に、いや、あの子に夢中になる。お医者様には、あの子がどう見えてるの？あの子は危険だって何度も言っているのに。だからさ、え、もしかしてウイちゃん怪物になってもさ、俺がこれやべえか、この子がやべえから止めようとしたりする。ちゃうか、なんかそんな気がしない。これは読んだよね、確か。そうだよ、これは読んだ。熱中するもんなのか、え、違うかな。いや、わかんない、わかんないけど面白い。なんかここになんか追加されてるんじゃないの。ないね。あとどこ塗ればいいのかな。なんか来たぞ。行方不明の2000人の子供？ 2000 人？遺体が見つからない理由は何なんだよ。それ何なんだよ。なんかある。2000人の遺体が見つからない理由は、あの子が2000人残さず食べたから。なんだ、やめて、めめちぐらうからやめて。セーブ、助けて。耳ちぎれる。耳ちぎれるって。君はもうここで終わり。セーブってどこですんだっけ？ちょっと待って。お腹すいた。え？なんか変わってね？え？あれ？スイリちゃん？やっぱ君だよね？ちょっと、うるせ。ちょ、やべえ。何？どこ行くん？おい。助けて、誰か。これもう全部お腹すいたなってのか？おい、スイリちゃん。スイリちゃん、多分ママ、君も食べちゃったんじゃないの？え？変わってる。何これ？うわぁ。これは？うわ、行ったのに。あ、この子、ウイちゃんか。あの子は普通じゃない。普通の人間じゃない。僕は救われない。お医者様も救われない。患者さんも救われない。みんな救われない。みんな。おいおいおい。ウサチ食べた。ごめんなさ。え、あの子とお医者様が。ちょっとどこ行くん？お腹すいた。わはは。僕もあの子と同じだったみたい。僕もあの子と同じだから。みんな食べてもいいよね。僕もあの子と同じだから。お医者様食べてもいいよね。あ、まあ、ウイちゃんは、まあ、だから、食っちゃったのよね。それで。もう、すごーい。お、何これ。これ、何正解なの？まあ、いろいろ追加されてはいるよな。あれ？なんだ？ウイちゃんか？あれ？あ。ウイさん。
もう、あのうさちゃん食べちゃったの。ああ、さっき俺が生贄にしてつ。いやーん。え急すぎる。ういちゃん、どんなに美少女でもこうなっちまうんだな、最終的には。みんなも気をつけとけよ。どんなに可愛い子でもこうなっちまうことは分かったよね。どこに行けばいいんだ。逃げ場所どこだ。おい、メモ邪魔だよ。おい、メモありすぎ。どこまで行く、どこまで行けんだ。なんかメモ追加されてる、されてるよな。ちょっと待って、入れ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 。あ、嘘だろ、ここまで来る。ふっほっほっほっ、よっしゃ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 。はいはい、逃げるのうんま。ちょっと待って、あのさ、メモ多すぎてどれ読んだのかわかんねえ。あ、もう全部お腹すいたになっちゃってる。お腹すいた。これはちゃんと読むんだな。だから、まあ多分今生きの、え？え？え？ねえ、え？ういちゃん？ういちゃんやめよう。ういちゃん、ういちゃんこっち来て。ういちゃん、ういちゃん俺つむつむつむ。ういちゃん、そうそうそう、ういちゃんういちゃんういちゃん、そうそう、ういちゃんういちゃん、ういちゃん、ういちゃん、ういちゃん。生き残ってるやつらがさ、もう怪物になっちゃってるってことなんじゃない。うさちや、うさちもだけど、うさちじゃねえや、ういちゃんもだし、このすいりちゃんもやべえってねえ。ん、どこ行きゃいいんだ。ここは今ここ見たんだよね。お腹すいたわはは。待って、わかんねえ。ん、なんかあった。はぁ、なんこれ、チパーセントあれ。あー、なんか下がなんか部屋のあれか、ヒントなのか。これも写真撮っとくか一応。待って、積むかも。全くわけがわかんないぞ。一応セブ食か。どこで、あ、これパソコンのパスワードか。もうヒントってことじゃねえの。あ、待って、わかったわ。これ下、キーボードやん。エンターキー、右エンターキーで下、あの十字キーでしょ。で、スペースバーじゃん。だ、キーボード見ろってことね。結構ちょくちょくキーボードが謎解きに関わってくるんだけどさ。毎度言ってんだけど、俺のキーボードね、ひらがな文字書いてねえのよ。画像検索しなきゃわかんねえんだよな、これ。多分これで合ってんじゃねえかな。今、キーボードの画像見ながら言ってんだけど、A のところに地があって、で、パーセンテージのところに5と A があるんだけど、これ A ごと数字しかないから5にして、で、これ多分カッコなんよね。で、これ8にして、で、9でしょ、そのまま。で、D が L だから、これで合ってると思う。いくよ。え？え、違う。これ、つか？つか？ ZL。え？え、違う？待てよ。これ、でかいつか？大文字の Z か？で、L。どうだ？あ、来た！ああ！ N 元病？ N 元病っていうのね。N 元病とは、2021年8月4日。伊賀、明雄の父、N 元仁が発見した病。2020年4月以降、研究所内で流行している。過労や睡眠不足で免疫力が低下したことが原因で発症する。発病した患者は例外なく幻覚と幻聴に悩まされる。従来の精神病とは違い、体にも、身体にも変化が訪れる。患者はやがて、顔面の皮膚が溶け、ん？え？視力が大幅に落ち、聴覚と嗅覚以外の感覚機能が使えなくなる。進行が進むと、歯茎が、急激に発達し、激痛を生む。その激痛から逃れるために患者は自分の周囲にあるものを噛む。この状態の患者を、N ファスタと呼ぶ。はぁーん。なるほなるほ。不治の病。2020年、奇病認定された。本当にあんのかな？未確認強度。あ、やっぱちゃんと強度で合ってたのね。未確認強度。通称、やつ。どうなんかな？まあ、やつでいいか。通称、やつの研究をする研究員の4割が発症する病である。へぇー。まあ、でも結局、原因は過労とか睡眠不足の免疫力低下で原因が、それで原因なんだな。え、で？で？で？これ起動したことによって、これは？あ、なんか文字化けしてる？いや、わかんねえよ。ここ起動してないかな？カードキー再発行フォームへようこそ。言ってる。カードキーを新しく作り直すためには、研究員である必要があります。はい。そのため、研究員用の簡易的な確認問題を行う必要があります。え、
そんなことでやってくれんの？クイズしなきゃカードキーもらえないみたい。まあ、ここの研究所で働いてないと分かんないものが出されるってことかな。クイズに参加するの？はい。N 元病とは N 化病と M。違うよね。これ N 元病だもんね。病名は N 元人の名前が由来である。え？はい。発病した患者は視力だけでなく嗅覚と、聴覚と嗅覚も大幅に落ちる。これ、待てよ、こっちゃになってきたぞ。体が溶けて、歯がめちゃめちゃ発達するんじゃなかったっけ？誤りじゃない？発病した患者は常に空腹になり、ちょっと待って、違うくない？噛んじゃうんでしょ？ただ歯が痛くて。2020年、奇病人です。はい。未確認強度と関連がある可能性が高い。はい。研究員だと確認ができ、できた。よかった。ちょっと曖昧だったけど、新しいカードキーが作成されました。受け取り口に移動し、入手してください。受け取り口どこにあるんですか？これ絶対来るやろ、あいつ。こういうタイミングで。あいつやったな、つって。多分来るだろ。左か？どこ？ちょ、セーブして。来るだろ、これそろそろ。これエリアードしたら来るもんな。来なかった。よし、これで。これ受け取り口？お、これよ！再発行済みカードキー受け取り口。使用するには研究員証が必要です。ええー、研究員証？推理持ってないけど。え？研究員じゃないと利用できないの？じゃあ、ここから動けないし出られないの？どうしよう。これじゃママに会えない。そんな。やだ。ここまで来たのに。こんなのやだ！なんでもう絶望してるん？そこら辺に下やるかもしんねえや。で、パパはパパ。パパの下、パ、喋らせて。パパの、いや、ね、喋らせろなんちゅうタイミングそういえば。ウィさんはパパを食べたんだよね。だったらさ、ウィさんの胃の中にパパの研究印象が入ってるんじゃないかな。ああ、でも確かにそうかもしんないね。下半身っていうか、まあ、ポケットとかに入ってるかもしれないもんね。どうするの？殺すの、ウイさんを。どうやって？ウイさんはもう、ウイさんじゃないよ。ウイさんはもう、やつだよ。推理は、早くママに会いたい。推理は早くママに愛されたいの。推理は、愛されていきたいの。寂しいのは嫌だし、愛のない世界は嫌だから。ウィさんから研究印象を取り出す方法を考えなきゃ。どうやって？むず。それむず。ってあいつどこにいんのよ。どうやって？おめえ、折れた歯のカッターしかねえんだぜ。で、あともろいセキュリティカードよ。おめえどうすんのよ。目に刺すんかそれ。どうやって戦うねんな。俺にまず教えろ。なあ。おい、どうするん？へっ！来たぞ、おい。ちょうどよく来たぞ。戦ってみるか、おい。おい、やってみろね、おい。はい。あー、来た。いやー、ちょ待って、探索しながらこう終われんのやだな。なんか増えてんじゃねえの？謎解きやったから。お前どうせここエリアとしたらもうにいなくなんだろ。わかるぞ。まあ、案外優しい。光った！お前案外優しいもんな。延長コードがある。長すぎる。え？長すぎる。まあでも他のエリアにもなんかあるってことか。ああ、やっぱそうだ、増えてる。カッターの、は、お来たよ。お前の大好物のカッター来たで。カッターを手に入れた。ええやん、ええやん。ん？これで延長コード切んのかな？え、そうなの？で、なんか首絞めて殺すん？そういうやり口なんか、お前。お前、プロやな。ヒットマンなれるぞ。延長コードがあるんでしょ？長すぎんだからカッターで切んのか、これ。やっぱそうだ。延長コードを手に入れた。長すぎるって何メートルの延長コードよ、これ。あとは、まずここ入ったからなんかあったでしょ？ここは？ここさっき、ウイちゃん来ちゃったから何も調べれなかったけど。なんか増えたりすんのかな？増えてないですね。え？どっち？どっち？いや、もうわかんないよ。それはわかんないよ。しかもさ、そっちに戻ってるね。ねえ、スケマでやりに行くぜ、まだよ、おい、これ戻るのセーブできないから。また最初からだよ。ん？おい、何勝手に動いてんだ、おめえ。
何してんの。あ、俺知ってるよ。ヤンデレシミュレーターでやったことあるもん。これ延長コードで水でなんか溜めてバチバチするやつか。ここならウイさんを追い詰められるかも。なるほど、ここで延長コード使うんか。はい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 。でここにあとおびき寄せて水は出さなくていいの。これでいいの。あ、じゃあ引っ掛けてってことか。引っ掛けてやんのか。どうなんだ。ウイさん、ウイさん、決着の時ですね。その前にセーブさせて。ウイさんまだ来ないでね。セーブして。おい、来いよ、アバズリ。最低だな。ウイちゃんがなんであなたのかわかんのに最低なこと言っちゃった。ウイちゃん、エリアエイドいっぱいすれば来るのかな。ウイちゃん、おい、いっぱいエリアエイドしちゃうよ。ほら、そろそろ来るんじゃない。ウイちゃん、来いよ。あ、来た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 。ウイちゃん、あ、でもこれエリアエイドしたらダメか。このまま来てくれるよね。ウイちゃん、ウイちゃん、ウイちゃん、ついてきてな。頼むよ。消えんなよ。消えんな。おめえ、こういう時、消えんな。ちょっと、ウイちゃん、なんで。え、じゃあ、このエリアで巻かなきゃいけないってこと？このファイルまみれで？まともに動けない中で？むずくね？あ、でも、このファイルのおかげでなんとかなるか？ちょ、一回やってみるか。あれ？なんでここ入れねえんだよ。なんでやねん。罠仕掛けてるからか。ちょ、来て。ウイちゃん、来い。あ、来た来た来た。ウイちゃん、来いしたら来た。はいはい。ちょっと待って。ゲロむずいやん。あ、来た。どこにいる、どこにいる、どこにいる。あ、来た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 。あ、これもいけるだろ。これもいける。いける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 。どこだっけ、待って。待って、これいけるか本当に。ここだろ。来た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 。そうそうそう。ウイちゃん、ほら、頑張って。俺引っかかんなよ。はい。かわいいな。こんなにちゃんとつまずいて転ぶんだな。で、動かねえし。ん？うわ。やるのか？うわ。まあ、でも、生き残るためだしな。確かに、ういちゃんもういちゃんでも怪物化しちゃってるから殺す以外ねえもんな。もう、すりちゃん。君もやばいよね、絶対。何も言わんし、手慣れてるやん、お前。うわ。みんな、タイトル画面戻っていい？ねえ。あのタイトル画面の雰囲気と今全然違うよね。めっちゃ血ついてる。いや、でも思ったより血ついてね。お前、うまいな、裁くの。あ。パパの研究印象を手に入れた。怖っ。うわ、死んでる。もう来ねえってことか。これもう終わるだろう。うわ、ちゃんとしかも血も反映されてる。おい、スイリちゃん。君だろ？だ、絶対2000人食った子供って君じゃねえの？よし、セーブしよう。これで、これか。脆いセキュリティカードを捨てた。うん。セキュリティカードを手に入れた。てかさ、結局母ちゃん生きてるのかもわかんなくない？2022年1月。明夫先生、つまり未確認強度、やつは未確認生命体ということですか。はい、やつは人間ではありません。そしてその DNA 情報は地球の生物ではありえないものです。その上、やつは人類の細胞や遺伝子情報を未知のものに書き換えるウイルスを作ります。え、 N モト病はやつのウイルスによるものです。アルスフィロプスや N ファスタはやつのウイルスによる生物です。魔王先生、誰？質問です。やつは自らのウイルスで人類の姿を変えるだけでなく子供を捕食するとのことですが、やつの目的は人類滅亡なのでしょうか。ちょっと、魔王先生って、ま、父ちゃんかな。どうなんだ。え、自らのウイルスで人類の姿、うん、違います。やつはそんなんじゃ、やつはそんなんじゃありません。やつが人類に近づく目的は、もっと無邪気なものです。はあ。と言いますと、やつの目的は、なんだろう、家族とか。スイちゃん？スイちゃん？
ママ、ママ。あれ、ウサギちゃんいるぞ。セーブできんのか？お、できる。こっちにセーブするか。もう、終わるんちゃうん？こちら合ってんのかな？進んでんのか、これ。あ、来たぞ。今、ひどく思い知らされる。私たちはバカだった。研究員が、ウイちゃんが、研究所が、こんな状態になるまで、奴に踊らされてしまった。ほう。え、だからさ、この子が本当の娘じゃない、じゃねえの？本当の娘は別でいるってこと？でも、あなただけが、奴に魅了されていない。あなただけが、奴に夢中になっていない。え？やべ、なんか俺全部間違ってそう。わかんねえや。あなたなら、はい。私ですかね。あなたならこの研究所から無事 に抜け出せる。あなたなら、行方不明事件の被害者にならないで済む。こんな悪夢のようなことに巻き込んで、本当にごめんなさい。お父さんとお母さんは、親失格よ。ほう。これ、スイリちゃんに言ってんの？スイリちゃんちゃんと娘なの？ウイちゃんの言う通り、あなたを巻き込む必要なんてなかった。こうなる前に、あなただけは逃がせばよかった。あなたを、奴から引き離す方法はいくらでもあった。なのに、私たちは研究を優先させた。私たちはもう奴から逃げられない。先行くか。あ、あれ、母ちゃん？ママ？あ、違う、めっちゃいる。わあ、なんかでも怪物もいるね。これもママじゃないのか。え、ここがもう出口ってこと？え、なんかこれバッドエンドじゃねえの？ちょ、もうこんがらがっててさ、何がどうなのかわかんないけど、スリちゃん外に出さない方がいいと思うんだけど。行くよ。一番奥にいるんだろうな。これママの腕かな。あ、違う、調べれない。あ。絶対あれや。母ちゃんやろ、これ。あ。ま、スイリー、来たよ。ママ、どうすんだよ。死んじゃってるぞ。スイリーと、一緒にここから出ようよ。ママ、ねえ、冗談だよね。おにゃおにゃおにゃあ、愛がこぼれてく。嘘だ。こんなの悪い夢だ。喋れ。あ、愛。すごい量の愛。愛じゃなかった今の。どうすんの、もう愛くれる人いないぞ。ん？これはママの手紙？読むか。ごめんなさい。頼りなくてごめんなさい。守れなくてごめんなさい。ウイちゃんの言う通り、奴の研究なんかやめればよかった。もうこの声はあの子に届かないことなんてわかっている。ごめんなさい。
ママ、あの子の制服姿、見たかったな。あの子の晴れ着姿、見たかったな。あの子の花嫁姿、見たかったな。あなたが旅立つところまで見たかったな。腕が食べられて、その素晴らしい娘に関することの後に腕食べられるっていう言葉残さなくてもいいよ。やだよ。寒くて震えて、うまく字書けなくて、ごめん。頼れない親って、ごめん。守れない親って、ごめんなさい。どっかお元気で、私たちの可愛い、あずき。おい、おめえ、おい。おい、おい。2020年12月、お医者様、またあの子のとこに行くの？あの子の研究はもうやめた方がいいって何度も言ってるのに。奴を捕まえてからもう数ヶ月も経ってるのよ。もう慣れたわ。慣れたって、エルモト病患者は現在進行形で増えてるじゃん。あの子のことをちゃんと制御できてるって言えるの？こんなの、こんなのおかしいって。お医者様どうしちゃったの？あの子は僕にも何考えてるかわからない存在なんだよ。あの子は未確認生命体なんだよ。近づくだけでも危険な存在なんだってば。お願いちゃんと聞いて。ねえっては。え？最初は奴の親になるなんて戸惑ったけど、案外悪くないわね。ああ、奴は普通の女の子と変わりないしな。ウィーは大げさなんだよ。なんであんなに奴の研究をやめろというのだろうな。奴はあんなに魅力的なのに。うわー、ウィちゃんかわいそう。さ、長話はここら辺にして、もう奴の部屋の前よ。ここからは私たちはママとパパなんだから。うわ、ウィちゃんかわいそう。もう完成的だから、ウィちゃんもね、巻き込まれてんだもんね。こっちに夢中になっちゃってさ、ろくに相手もしてもらえなくて。でも結局薬すり替えたのってじゃあスイリーちゃんなんだよな。じゃあおはよう、スイリー。調子はどう？ねえ、こんなんだったんだ。それがあんな可愛い子みたいになってたの？元気そうでよかったわ。今日は休日らしい。三人でどこか出かけるかい？そうね。遊園地は楽しいものね。よし、遊園地に行こうか。スイリーには何か乗りたいアクション、アトラクションあるか？じゃあママと並んで乗りましょうか。おいおい、パパも一緒に乗せてくれよ。ウフフ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 フ、あはは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 。ははは。すげえゲームだ。タイトル詐欺や。タイトル画面詐欺や。はあ。君が悪い。ねえ、ウサチー。お医者様たちは、絶対におかしくなったよね。あの子のどこが女の子なのさ。じゃあ俺らも、今まで。あれ、じゃあ何？俺らも幻覚見てるってこと？今のスイリちゃんの見た目、喋り方、止まっちゃってるな。なんか途切れ途切れになっちゃってる。あの子のどこが？ウサギの
フードをかぶった女の子なのさ。え、じゃあういちゃん VS あの化け物が逃げ回ってたってことなの？いやー、誰？あれ、この子あずきちゃんじゃね？鍵？ちょいちょいで、あずきちゃんはなんで？どうなってんの？あずきちゃん、ここどこ？今何歳なの君？うわー、じゃあもうさ、え、じゃあういちゃんもさ、まあ、狂ってたけど怪物になっちゃって、でもなんか本能であいつだけは許せないみたいになってたんかな。浮いてみよう。え、ここ？ん？あずきちゃんよね。え、これさ、ちょっと前の話か。あずきちゃんも多分無事ではないよな。こっちはねえのか。あ、なんかあるわよ。アグシー研究所通信第202号。未確認強度は大人を捕食することはありません。え？え、だからまあ推理ちゃんってことでしょ。他のやつらがまあ、うん、そうだよね。まあそういうことか。え？アグシー研究所第203号。アルス・フィロプスや N ・ファスタは空腹状態の未確認強度がウイルスによってもたらした生物です。元に？ん？現に？2013年3月から現在に至るまでアルス・フィロプスと N ・ファスタが研究施設外で発見されていません。しかしウイルス感染は未確認強度の意思とは関係なく起こる本能的な侵略だと考察されています。あ、まあ意図的じゃなくてもまあばらまいてたってことだもんね。だからスリちゃんも分かってなかったってことなんかな。よく作られたゲームや。一応このゲームね、この作者さんのゲーム、多分これが初著作なんかな確かね。すげえな、本当になんかいい意味でタイトル画面詐欺だよね。タイトル詐欺だよね。超モレーモン204号。未確認強度の現状では寂しい、友達が欲しいという言葉が聞こえます。だからあずきちゃんもあの怪物と会話しちゃってたってことかね。未確認強度が求めてるのは年の近い子供です。でも最終的に食っちゃってんでしょ、2000人近く。同い年の子供を見つけるまでに未確認強度は永遠に泣き叫び、アルス・フィロプス候補を憔悴させます。この状態の未確認強度を抑える方法は一つだけあります。何？どんどん行くよ。もう多分ここなんか調べてるけど入れないもんね。さあ205号。未確認強度を抑える方法、それは疑似家族を作ることです。そんなんでいいんだな。そんなんでっていうかまあ大変だけどね、家族なる側は。206号。疑似家族研究は2020年7月から始まりました。2年前ってスイリちゃんにしてるね、なんかのファイルで。まあ、2年ぐらいやってたってことか。未確認強度が生活する部屋、家、学校、スーパー、街そのものが未確認強度のために作られたものです。未確認強度の親、学校の先生、スーパーの店員、全部が未確認強度のために用意されたものです。家族からの愛を知った未確認強度は食人鬼でも何でもない魅力的な少女です。あ、そうだよね。え、でもみんなその魅了されてるから女の子に見えるんだけど、でも他の何も知らない人からすれば怪物が歩き回るってことでしょ。そういうことだよね。445号。皆さんもやつを研究しましょう。あ、もうみんな狂ったのか、これで。もうみんながみんなこうなっちゃったのか。あずきちゃん、あずきちゃんはどうなの、これ会いに行くのかな。多分この子ももう魅了されてて今スリちゃんに会いに行くのか。え、殺せなかった。僕を愛してくれたウイの人生を壊した未確認強度。ウサギ、ウサチ、殺せなかった。僕は無力だからちょっとしか未確認強度に干渉できなかった。なんとかここまで誘い出したの、うん、誘い出した。なのに未確認強度はこの先にいる。
俺なん、え、厚木ちゃんなんかすんの？うさち。ああ、今現在地がここなのね。めっちゃ下にいるんだな。あずきちゃん？鍵あるけど。行くか。いや、おもれえな、これ。新規、な、何にこれ、なんて読むんだ？ほう、QC 製薬、株式会社中央研究所。通称、アグシー研究所。あ、アグシ製薬ね、じゃあこれ。会社概要。まあ、いっぱい住所とかがあるんだね。なるほどな。ここは？待て待て待て、他はもなんもないよね。研究所から出る。え？分岐なのこれが。え、これエンド数何個あんだ？上行ってみるか。これ多分出る方で、え？どっちにしよう。まあ、でもすぐ見れるだろうから、こっちから行ってみるか。研究所から出る。あずきちゃんは生きてたんだね、じゃあ。ああ。まあ、あずきちゃんもだから、親を取られたって感じだよね。あら。そうだよね。しかも、友達だと思ってた。え、でも薬さえ取り替えられなかったら。ウィはアルスフィロプスになることはなかったのに。ちょっと待ってね。ん？おい、タイトル画面。ちょっと待ってね、すげえごっちゃなってる。え、待って、だから、スイリちゃんが言ってた。あ、ちげえわ。ウィスさん、取り替えら、ちょっと待って、あ、もう完全、ごめん、完全にごっちゃなってるけど、編集してるときに多分いろいろ分かってんのかな。今すげえごっちゃなってるわ。行こう、上に。これ多分スイリちゃんに会いに行くって方でしょ。だから、スイリちゃんとでも、あずきちゃんは会って話してるんだよね、一応。でもね。どうなんの？これは、決着をつ、決着つけるの？いるんじゃねえの？スイリ、あの化け物、あれやべえやつ。こっちはもう行けねえよな。ちょ、行くね。あれ？あ、行けないっす。行けないっす。まだこっちですか？あれ？あ、ここ鍵使うんか？鍵。あ、来た。すごいな。このゲーム。このゲームすごくね？うわ、すっごいいっぱい血だ。行くか。こ、いるな。絶対いる。来た。スイリちゃん、はじめまして。そうだね、実際に会ったことはないんだよね。あ、だから、そうか、別に魅了とかされてないわけか。そうか、そうか。う、ぐ、うん。まだ混乱していますね。これを見ればすべて思い出すでしょうか。近く行っていいのか？うん。そうだよね。意味深にだって映ってなかったもん。そうだ。そうだ。伊賀推理は存在しない。伊賀推理は2000人を殺して食べた。伊賀推理は伊賀明夫と伊賀真央の娘じゃない。伊賀推理は醜い正体不明の化け物。伊賀推理は未確認強度だ。そうだ、推理はいつも一人だった。人類に存在する家族というものが、愛というものが羨ましかった。推理は寂しいのが嫌だった。でもさ、推理ちゃんもわざとやってるわけじゃないんだよね。なんかね、だから、意図的にこうなっちゃったわけじゃないんでしょ？だから、誰かに愛されたかった。あずきちゃん、推理が憎いの。
あずきちゃんのパパとママを推理が奪ったから。推理を殺したいんだよね。だから推理に会いに来たの。やっぱり推理ちゃんは純粋なのです。本当に何も知らないのです。え、推理ちゃんの浴びたその血、ウイさんの血なのでしょう。どうしてウイさんを知ってるの。ねえ、お先それでごっちゃなっちゃったんだけど。だって1年前あ、すりけえ、そういうことね。俺さっきすっげえごっちゃなっちゃったんだけど、そういうことか。そうだよな、そう考えればそうだよね。推理ちゃんだから純粋に別に悪意とかもなんもなくてこうなっちゃったんだもんね。まいちゃってたからみんながバグっちゃったんだけで、すり替えてんのはだからあずきちゃんってことか。ウィさんの治療薬を取り替えたのはアズなのです。すっかりそこ抜けてた。それだけじゃないです。わざわざ2022年3月3日の今日、この日に研究所に来てアルスフィロプスの脱走騒ぎに乗じてエネファッサたちを解放したのもアズなのです。え、黒幕君や。アルスフィロプスやエヌファスタたちが研究所内の全研究員をちゃんと殺せるようにエレベーターを動かしたのもアズなのです。アルスフィロプスとエヌファスタたちがお母様とお父様と研究員を殺すように誘導したのもアズなのです。ここまでの被害を出したのは全部アズなのです。そやん、やばいやん、もうみんなまともじゃない。なんでそんなことを。お父様とお母様は優しくてしっかりした人でした。アズがお医者様を目指す上で憧れの存在でした。しかし疑似家族研究を境に家に帰ることが少なくなり忘れ物が増えました。アズは何度も資料を研究所に届けに行きました。研究資料はその度に嫌というほど見たので、お父様とお母様が未確認強度にひどく打ち込んでることもアズは知っていたのです。ある日お母様が忘れた資料にそうされていたウイさんの写真を見て、ウイさんが奴らとアズは勘違いしたのです。うえぇ、アズはこの時奴に対する妬み、そねみがあると知りました。その時アズが後の人生でやるべきことはお父様とお母様への復讐なのだと心から思いました。でもその復讐という考え方も変わりました。ウイさんの薬を入れ替えた日の夜、スイリちゃんの声が聞こえたのです。初めてだったんです、お友達ができたの。アズはお勉強ばかりのつまらない人間と言われてきました。趣味も好きなものもない変な人間だと言われてきました。アズはお友達がいませんでした。スイリちゃんはアズに優しく話しかけてくれましたね。何度も何度もお友達になろうって語りかけてくれましたよね。実の両親を恨むことしか考えられなかったアズと、勘違いでウイさんを壊してしまったアズと、こんなアズと何ヶ月も何度もお話ししてくれましたよね。スイリちゃん、アズはスイリちゃんを愛しています。アズは愛のためにスイリちゃんに会いたかったのです。え、でもこれも魅了されてるんじゃないの。アズを助けてくれたスイリちゃんに、スイリちゃんに出会ったことでこの愛を知りました。そのおかげでお父様とお母様と研究所のことは今は恨んでないんです。全員見殺したのも復讐のためじゃないんです。ただこの愛に邪魔なだけだったんです。スリちゃん、でももう自分がねえこうなっちゃっても分かってんでしょ。分かってんじゃないの、スリちゃん自体も。このアズキちゃんは今魅了されちゃってんじゃないってね。かわいそうなのです、スリちゃん。疑似家族研究によってスリちゃんの中に生まれた愛、でもその愛は愛をくれるママに会えない状況によりだんだんすり減り、
アルスフィロプスや N ファッサとの遭遇、ママの死亡、非現実的な辛い出来事に耐えられず、もう今は空っぽに近いのです。スリちゃんはアズのような子供を2000人食べたんですよね。スリちゃん、可愛い女の子でも化け物でも、スリちゃんはスリちゃんなのです。とかでも食ってんだな。アズはどんなスリちゃんも好きです。アズはどんなスリちゃんも愛しています。アズは、アズはスリちゃんに食べられたいです。そやろ。え貯めて貯めて。え、今のアズはウイさんがヤツじゃなかったこともお父様とお母様への復讐も今後会社と研究所がどうなってしまうのかも全部どうでもいいのです。スリちゃん、アズを食べてくださいなのです。今のアズにとっての幸せは愛するスリーちゃんに食べられることなのです。えって言うなよ。薬の取り替えもスリーちゃんとの話も全部遠い出来事のようなのです。不思議な気持ちなのです。アズはスリーちゃんに食べられるために生まれてきたのかもしれないですね。えって言え。えって、え、俺が言っちゃった。えって、えって言え、って、えって、もう黙んなよ。もう食うんか。えって言え。なんだよ。うわー、食べるしかねえよな。キャンセルボタンないよね。ダメだわ、食べるしかねえ。じゃあここら辺で食べるか。さくのちゃん、あおちゃん、りかなちゃん、あずきちゃん、あずきちゃんもそう言ってくれるんだ。もう、やっぱそっか。やっぱそうだよね。やっぱり、スイリは、愛されているなぁ。めっちゃおもろかったな。すげえゲームだったな。最近やったフリーゲームでトップレベルで面白かったかも。いや、すげえ面白かった。なんかね、もうごっちゃなっちゃったけど、まあ最後のやつでいろいろ分かったね。面白かった、面白かった。うわ、桜のおちゃん、あおちゃん、りかなつさん、全員だからね、だから魅了されてってことじゃねえの。だから結局、おいおい、とんでもねえ人数だよ。2000人さすがに出さないよね。ねえ、異常だぞ。この中に多分視聴者の名前もあんじゃねえの。ね、あれ、同姓同名がいるみたいなさ、ねえか。ああ、伊賀あずきさん、あずきさん9歳。なんか純粋にやばいやつがめっちゃ多かったな。まあでも中にはね、洗脳みたいな感じで魅了されちゃってみたいな感じでおかしくなっちゃった人もまあ多数はいたけど、スリちゃんもだから一種のね、勘違いよねこれ。うわー、すげえゲームだった。思い出セーブ出たらね、普通にあとは始まるだけだよな。一応押していい？え？ああ、もうどんどんずっとしてるけど、これはもう何も変わらないよね。うん、今ね、もう一回初めからやってみたんだけど、なんかさ、この見た目これになってさ操作するのかなと思ったけど、特に何も変わってなかったんで戻ってきました。
いや面白かった。めっちゃめちゃ面白かったね。ちょっとまだごちゃごちゃなってる部分はあるんだけど、まあ後々多分あの編集中とかでもわかるかもしれないんで、まあ、皆さんは多分ね僕より頭がいい方がめちゃめちゃいると思うんで、まあ、多分すぐに分かったのかもしれないけど、はい、以上スーパーウルトラウサギラッシュでございました。ちょっとすんげーゲームを遊べた気がする。これ作者さんこれ多分初めてだよ、初めての作品だよこれ。マジすげーな、本当に面白かったです。以上